ハッキング？うん、昨日研究所で調査してもらったけど、ロボットが暴走した原因はその可能性が高いって。じゃあ誰かにロボットが操られてたってこと？というより何かに取り憑かれてたと言った方が正しいかもしれないの。取り憑かれてた？ロボットに霊が取り憑いたりできるのですか？わかんないの。でもウイルスの感染もなかったし、結局どこにも異常が見当たらなかったから。つまり原因不明ってことですね。一度お祓いしてもらった方がいいかも。なぜあなたたちが普通にいるのですか？昨日の発表会が中断しちゃったから私がお詫びに招待したんだけど。で、結局ミイコ先輩はあのロボットを使って何がしたかったんですか？ただの自慢話じゃないですよね。よくぞ聞いてくれたの。実を言うと、ミイコたちは AI ロボットを使った世界征服計画を企んでるの。世界征服計画？ロボットを使って世界中の恐怖のずんどこに陥れる、それが私たちリリリリの世界征服計画だよ。それを言うならどん底ですわ。この計画を知られたからには今日から二人とも秘密結社リリリリの一員になってもらうの。いや、先輩が勝手にバラしただけでしょ。そんな罠だったなんて、私たち悪の手先にされてしまうの。あやて、うるさい。確か新しいライブの演出を考えようって話だったよね。つまりあのロボットを使ってライブを盛り上げようとしてたってことですか？そう、ニャチオロボは試作機だけど他にもいろんなロボットを開発中なの。 AI ロボットをライブに登場させるなんて、きっと世界でも私たちが初めてだよね。うちには AI そのものがいるんですけど。あれ？なんか着信音が聞こえるよ。あ、研究所からの緊急通信なの。ミイコさん、あなたアリス川にはスマホ禁止の校則があることを忘れていませんか？忘れてないの。この回線は直接研究所とつながってるからスマホじゃないの。またそんなへりくつを。ってどうしてそんな回線が地下室とつながっているのです？あれ、言ってなかったっけ。実は先生たちにバレないようにここを秘密基地に改造してたんだよ。秘密基地に改造？うん、理事長先生に相談したら誰にもバレなかったらいいよって許可してくれてね。学校がお休みの日にこっそり業者さんを呼んで少しずつコンピュータールームに改造してたんだ。ただの模様替えじゃなかったんだね。理事長先生とも裏でつながってるなんて、やっぱり先輩たちはすごいね。いや、ちょっとやりすぎじゃない？はい、もしもし、こちらミイコなの。ふんふん。見てほしい映像？わかったの。ちょっと待ちなさい！何ですかそれは！ニョチオロボのバックアップデータに気になる映像が残ってたみたいなの。気になる映像？うん、事故を記録するための内部カメラに映ってたらしいの。じゃあ再生するの、ポチッとな。え？あれ？この子は確かユニコードの。これってルミナちゃんだよね。まさか AI が暴走したのはルミナさんの仕業ということですか？わからないな。でももしかしたら何か関係が。そんなはずは。いや待って先輩、これはルミナじゃない。
え？クラスマッチで合唱？いいね、やろう。私はみんなと一緒に歌うのも好きだし、このクラスの実力を見せるチャンスだよ。問題？ん？ネオ、今少し時間あるかな？何の用だ？ここじゃなんだから、ちょっと私に付き合ってくれない？ほう、いいだろう。ネオ様が連れて行かれた。学園王者ピキピキを率いる山手京子、間違いない。あの人はこの学園の